砂のクロニクルは、船戸与一の小説、また、これを原作にした演劇である。1989年6月から1991年1月に、かけて、週刊誌サンデー毎日に連載された後、下室修正され、1991年、毎日新聞社から書籍化された。1991年第10回、日本冒険小説協会大賞受賞。 1992年、第5回、山本周五郎賞受賞。1992年、このミステリーがすごい。93年版、第1位。中東の少数民族クルド人。その独立のための武装放棄を話の中心にして、クルドゲリラの発散、革命防衛隊副部長、ガマルト隊員のサミル、複雑な過去を持つ女シーリーン、そして、日本人の不気密輸教者。 ハジ、そして別人だが同じ名前を持つ、もう一人の、ハジの思惑と戦いを描いた、1980年代末期のイランを舞台にした作品である。主人公と目される人物が複数人にある派あおり、それぞれが、それぞれの、正義のために戦うといった内容。クルゾゲリラの青年ハッサンは、クルド人の国家、マハバード共和国設立という正義のため、サミル政府は、 革命防衛隊の小隊長として、メめニシが唱える、イラン革命という正義を守るため、武器商人恥は、金という正義のため、三者三様に信じる正義を守り抜くために行動する、姿を基本的に時間的には、同時進行で三人の物語を絡めながら進める、ことによって叙述している。開示文の信じた正義のために戦っているので、 いわゆる善悪二元論という敵か味方かという話ではないので、誰がこの小説の主人公かと問われるととても答えにくい小説である。映像化が非常に難しい船戸作品の代表格でもあるが、その後劇団ピープルシアター、脚本、演出、森敦史によって舞台化された。この舞台では登場人物のサミルをメインに物語を展開している。この作品では、 各章で登場人物の誰をメインにしているかを表すために、西暦の他に、ペルシア歴とイスラム歴も使用している。西暦ペルシア歴イスラム歴、3で毎日1989年6月10日後から1991年1月13日の脚本、演出、森区製作ピープルシアター、対象歴代集計結果9099、日本冒険小説協会、 2021年4月24日閲覧。山本周五郎昭華子の受賞作。新調社。2021年4月24日閲覧。このミステリーがすごい。93年版ジック出版局、1992年12月1日。ありがとうございます。